できたのかな。はい。できてますか。多分大丈夫だけど、これどうやって画面変えるのかな。うん。ってこと。誰が入ってきてるのか待ってもらわない。この画面。サムネイル編集で、いや、あの大喜利すんのやろ。ああ、そういうこと。これとか。ああ。すいません。変わらん。もうそれあできないと思う。意味ないよ、もう大喜利の。おい。ちょっと選べてる。画像変更でよ。あ、そう、え？ちゃんと選べてないじゃん。うん、いや、選べてるところで。これか。あ、違うか。スクリーン配信設定、これか。知らんの、食べてたことにはわかんない。いや、多分なんか違うんやって、またあの、あれと。そうね、どうするの。もう配信始まっちゃってるけど。始まっちゃってるけど誰も来てない。変わら誰も来んし。あ、これすごい、こんなんできない。いや、そういう気づきいらんです、ね、今別にそういう気づきはいらんない。これ何やったっけ。あ、ないか。どうしたらいいんかな。それできないで大喜利できない。あ、これや。あ、それや。これや。これいいな。これや、これ多分できる、うん、ほら、うん、はい、できましたよ。はい、じゃあその上の操作お願いします。上の電気ランクね、俺待った、うん、いや、そこっていうか、これ上、はい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 、上多分いないの。始まってます。大喜利始まってますぜ。で、誰も誰一人来てないんやで、これ多分ね。これってこと？あ、そう。暗すぎやろ、そう。誰一人来てない。オッケー。これ誰一人来てないの、これ。こっちも見れるかな。よし、じゃあ、あの、うん。よし、協力参加しよう。協力参加？どういうこと？協力参加。さくら？協力さんかよ。さくらやろ。さくら言うとまた別物になってもらう。バカ野郎、バカ野郎、お前は青か。さあ、皆さん、こんな夜中に起きてる方がいるのかな。そしてもし起きてても興味がある方なんているのかな。そして何か、いいとも、どこも関係ないね、今の全然関係ない、今の。さあ、今は時刻は深夜の12時8分です。さあ、どうでしょう。あ、一人来てくれました。どれでしょう、達郎ですか、真司ですか、どっちですか。水曜日どうでしょう。今入りましたけど一人減りましたということでですね、なかなか珍しいな、この大喜利やってこの人が入りのこの悪さ。なんかみんな今日はあれなのかな、ちょっと違う感じというか、今日はあれとかじゃないと思うけどな、別にそういう感じじゃないと思う。まあ、これ声入ってんのかな、そもそもしっかりと、うん、達郎、あ、しっかりとして、やっぱ確認してあげて、うん、押してあげて。さあ、始まりましたけども何も動いてないで、これな、人も入ってへんわ、大喜利もしてへんわ、みんなそれぞれなんかわけのわからん、ここ向いてるわで、ちょっと待てよ、はい、こっちか、ずっと間違ってた。どうでしょう、どうでしょう。いいや、けいやっと、あ、一名さん、お前か、一名さん、お前です。一名さん、お前です。桜でした。桜の達郎でした。
してさあどうしてやっていきましょうかこれね。さあどうでしょうこのお題について。誰も入ってこない。何これやばない。この大喜利やばない。こんなもんやろ。こんなもん。こんな時もあったよ。あったっけ。うん、一人を入ってきたぞ。今が激戦区なんか、それともなんか時間高くない。トゾロ入ってる今。ん、トゾロ入ってる今。入ってるよ。入ってない。え、入ってんの。抜けたよ。じゃあ誰か一名さんが降りてくる。俺も入ってる。なんで入らんの。お前でいい。え、声が消せばいいよ。そっちゃうねん。これ充電しながら聞けへんからイヤホン。あ、音消すってことか。おい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 どういうことですか。なんかわけの桜をもうどんだけ公にするの。桜を桜言うたらあかんねん。それはそういうの。ほんならお前や。俺は何も言うの。お前が言うからもう言うしかないやろ。あかん。バカ最初からじゃ言うなって。はいはい、あ、なになに。はいはい、どうぞどうぞ。なんてこれどうやってやるんだっけ。写真で一言どうぞ。あ、そうですね。じゃあ達郎、写真で一言どうぞ。見つめているのは未来です。これ聞こえてるんかな。こっちに向かって言ったからまだよくない。そうやなっていうか大体わかるよな。アホかもな。アホですか。うん、今のどう、今の大喜利についてどう思いますか。かっこいいやん。まあ、うん、おしゃれな大喜利。初速としては、まあ、うん、やっていいとこかな。やっていいの、うん、偉そうやな。誰やんお前らは。うん、手本見せてみろ、そんな言われたら。うん、行きましょう。うん、はい、じゃあ写真で一言。シンジ、準備は整いましたでしょうか。はい、写真で一言どうぞ。私マフィアのボスだけど、あなた何ボス？長い。最初だけでよかった。長い。まあ相手はボスやと見てるわけやな。じゃあそういうことやな。ふざけんなよマジでお前ら。じゃあヒロシどうぞ。うん、あ、もういきなりどうぞどうぞ。温度差激しいね。なんて言った。温度差が激しいね。こいつの目見て、まあどこ見てるかね。こいつはこっち見て笑っとんね。その説明は、いや分からへん、分からへん、みんな見て分からへんから。こいつはこいつで驚いとんね。補足が激しいね。あ、左のやつね。毎回とりあえず毎回左のやつはなんかこういうなんていうの、こういう真剣な目してるんやけど、右側のおる子はなんかめっちゃ笑ってるし、でその後ろのやつ驚いてんねんかっていう温度差の激しさを言ったわけで。じゃあ達郎どうぞ。私の口どこ行ったん。誰が言ってんのそれ。青い T シャツ着てる。なんでなの。口映ってん。いやそれはもうこれでなくなってるから。次のやつ行こう。次の大喜利のネタを。それはこっちでやって。あ、それで綺麗や。 OK、 じゃあ、うん、ちょっと見えへんな。これいいんじゃん。いいよそれ。これ、いやこれ多分わけがない。なんか分からんけど、じゃあこれ、何これ。あ、見えへんか。あ、そういうのができんの。多分これで小さくできる。これで今その左上に押してちょうど多分いける。あ、無理やった。無理や、全然ちょうどじゃない。多分無理やってできんの多分。ピョンってなるやつも。いや無理やって、絶対無理やって。その枠でしか無理やねん。あ、これ無理やな。うん、無理や無理や。これ縦下がるから逆に。そういう問題これそういう問題なの。全部回ってくるやん。結局あかんねん、それは。戻せ。無理や。はい、で横にして、いつも通りの、うん、そしてもう2名さんってお前らしかおれへんやつ。こんなことあんまなかったんだ今まで。うん、はい、消えてますよ。選ぶこともできんのか。
まあ、それしてもだからできへんで。いけるやん、これで。いけんの。これ、大丈夫これ。いや、いいけど、別にそしたら無理やん。無理やん、そっか。やめよう、うん、もういけるやん。投げやりになんな。人も入ってきる。人でもなってるやん。達郎、投げやりになんなよ。なってんよ、別に。投げやりちゃう。いいやん、これで、みたいな。だって、できへんのか、しゃあない。はい、じゃあ、ひろし、どうぞ。なんかお前適当すぎるから、そういうの、なんか受け入れ。そういうの。オッケー。じゃあ、うん、じゃあこのウルトラマンのこと、うん、ってことね、うん、誰かいかんといかんな。じゃあ出てきそう、出てきそうやねんけどな。これはね、目が魚みたいな。じゃあひろし、うん、お願いします。どうぞ。いや、お願いしますじゃないね。どうぞでもないし、無理やねん。どうぞどうぞ。そんな急な振りはできへんねん。できへんねん、そんな今。はいはい、じゃあお呼びましょう。じゃあ達郎さん、はい、それじゃあいきましょう。写真で一言どうぞ。俺の黒目どこ行ったんや。もともとないんや。もともとないんや。もともと黒目やったんや。んちゃね、ないで。で、今白目なんやっていう。そうそうそう、うん、違う違う、探してん、探してん。ああ、探してん。そういうこと。じゃあ、はい、行きます、うん、はい、写真で一言、シンジ、どうぞ。おっぱい、こんな大きかったっけ。おっきないやん、それ。むしろちっちゃいやん。結構あるよ。 D か F ぐらいあるよ。ないないない、これ B、B もないわ。D か F、 B、 T、 B も D と F の間ぐらい。どんだけでかいの今それ。いや、でかいよ。でかないよ、これ。男の中ででかい、絶対。うーん、でもちっちゃい、ちっちゃい、絶対にでかい、俺は。ちっちゃい、うん、アンダーとトップっていうのがあるからな。じゃあ、ヒロシ、写真で一言、どうぞ。そういうのできへんねん、でも今そんなんできへんねん、もう今は。って言ってんの。いや、俺が言ってんの。俺が言ってんの。写真が言ってんじゃん、俺が言ってんの。そんなんできへんって言ってそうやねん。うん、じゃあもうそれでええわ。もうそれにしときよ。そういうことよ。はいはい、はい、あ、はい、じゃあ達郎が整いました。それじゃあ達郎さん、写真で一言どうぞ。3分過ぎてもうた。ああ、いいんじゃないですか。いいの。いや、いいでしょ。そうか。これあれやで、あの、周りが笑っときゃ面白く聞こえるから。言うたかい、陰で言うとき、陰で言うとき、これ結構あの YouTuber やってるから、うん、陰で言うとき大事やで。大事大事。なんかあの、このなんか厳しい感じじゃない方がいいよ、絶対に。そう、そっちの方が。お前のせいやで、お前が雰囲気つけよ。分からんけど楽しいね。バッていいね。ヒロシのせいやな、なんか雰囲気。それは逆にそれで笑いをこう出せればいいや。はい、いきます、うん、もう何ないことになったな。笑っとけ。どうぞ、シンジ、写真で一言どうぞ。ちょっと待って待って待って、振り方がちょっとなんか、うん、マダムみたいな、マダムみたいな感じやめて。マダム、写真で一言どうぞみたいな。うんうんうん、まあじゃあ達郎振ってあげて、ほんなら。はい、じゃあ心整いましたか。整ってるから言ってんじゃないの。そしてお前、整いましたから、じゃないね、うん、お前らないちぐはぐすぎる。早くやれ。はいはい、はい、シンジ、写真で一言、うん、どうぞ。この赤スパッツ合ってたかな。合ってたかな。どういう意味。だから今日、うん、このファッションでよかったんかなって説明さすな。そういうことか。説明をさすな。わかりにくい。じゃあこのファッションでよかったから言え。もうだからもう、うんうんうん、もうこれ言うとね、その、うん、その先の、うん、俺 の、 その回答があってからの、うん、やん。まあ絶対笑ってるからな。じゃあだって笑え絶対笑ってるからやん。いや、そう、分かってん。確かにな。どういう、どういう、面白くないって笑ってる。確かに、もう兄弟同士だったな。うん、つまらんしな、確かに。実際に、おもろかったら笑うけど、俺も。ちょっと待って。オッケー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 。写真会はもう15分経ってんねん、これ。2つもこの写真で。誰も、
うん、誰もいないね。誰もいないし、大喜利だけはなぜかわからんけど時間過ぎるのめちゃくちゃ早いね。お話繋いでおいてな。うん、これは入れへんな画面に。これは画面に入れへんやろ。無理やな。無理ですね。さあ誰も来ない、これ配信、これどんな加速化の配信になりましたね。ずっとやらない間に、ずっとやらない間にってやりだした時にめっちゃ多かったよな。そうな、ねそれ。行く行くか。一応行けるよ、難しいけど。どうでしょう、ね、どうでしょう難しい。簡単やん。あ、はい、じゃあヒデさん、はい、写真で一言どうぞ。コカ・コーラのいじめおお、もっと笑えよやるんやってちゃんとやるよ。作り笑いでももっとやるよ。じゃあやるんやったらなんやねん。あの俺なんちゅう今俺、うん、できるんやけど、いやできるとか言ってない。それをやるとあの、うん、もう眠れへん次はなんか笑っとけばいいやん。ちょっとよくわからんな今のな、うん、笑っとけばええやんって言ったやつがなんかそれをやるとなんかどうこうとか、どっちやねん。いや本当によくわからんそれは今の、うん、自分がやれって言っといてお前一番良くない今のこいつ。なんなんど、何どういうことお前それ。自分が笑っとけ笑っとけ笑っといたらええねん言うといて。達郎は達郎の中のスイッチがあるんよ。そういうことだから。ひろしでも自分の言ったことに対してもうひろしひろし、なんだこれ誰か言えよもう。これなんかあるこれじゃあ、あー、オッケー、はい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 、じゃあ、うん、ひろしさん、写真で一言、うん、どうぞって言って。どうぞ。こかしなるほどね。ペプシー、ペプシーじゃなくコカシちゃんやってこと、ね、そう、コカ・コーラのコカとペプシのし、コカされてるペプシをかけてコカされてるコカシ。まあ自分で言うことほど恥ずかしいことはないけど、うん、ちゃんと分かってもらうために言わなきゃね。これ分からんやつおるからなこの世の中にはな。いやだからほんまね、だから分かりづらいことほど、うん、あの受けないんだって。だから受けないんだって言ったらあかんやんな。ちゃんと分かってくれることを俺はもうちゃんとこういう意味込められてるんやでっていう深さをちゃんと言ってる。ああなるほどね、うん、ああなるほどね、思ってんなるほどねやね。いやすごい秀逸だったと思ってる、うん、俺はさすがやなって本当に。うん、いやマジで、うん、あそれ出てこへんわ、うん、いや本当普通の人ではもう答えられへんよな。さすがリーダーって感じかな。うん、お前嘘っぽいね。模範解答、お前めっちゃ嘘っぽい。模範解答ではないよね。だから分からへんかったよ。模範では、ね、次の写真行こう達郎。えこれは結構出せるで。え、じゃあどうぞ。はい、今考えなかに今そうだポンポン思いつくんじゃないね。出せそうやなっていうやつ。それじゃあヒルさん写真で一言。じゃあ分からん、ね、どうぞ。ちょっと待って、これは考えない。ちょっと分からん、ね、だからコカシやろこれは。達郎、次お願いします。変えな、ちょっとごめん、怪我をさしてごめん、うん、いやだから逆に今杉いっとったらよかったよ。いやいや、まあ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 、まあ、でもこれはでも今の嫌いの写真系嫌いやね。これいける？達郎いけるいけるいける、余裕や。じゃあ達郎さんいけるのかな。振るいけるっつって。はい、じゃあ行きます。じゃあひろしさん振ってあげて。はい、じゃあ達郎写真で一言どうぞ。うん、よく見えない老眼鏡忘れちゃったね。なんかなんやろな。おいしょおいしょお前。おいしょ。はい。振って。はい、じゃあひろしさん。うん。写真で一言どうぞ。もう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 どういうことやねんこいつな。だからさ、こっち画面上から見て右の
赤い服着た男の子、後からじわじわ来る感じ、うん、はい、行きます。はい、シンジ、写真で一言どうぞ。だからタンザニアの言葉は分かんないんだっていいんじゃないですかいやいや、いや、うんうんじゃないの、お前ら。いや、ひろしさん、うんうん、いいよいいよじゃなくて伝わらんからラジオじゃいいねいいね。ちょうどこれ声出さんと時間がどこだけどんだけあと残りとか。しかもさ、これもう全くさ、聞いてくれてる人3人さ、言ってました。いつの間にか聞いていただける。いつの間にか3名さんいらっしゃい。いらっしゃい。これはもうあのもうあれですよ、本当に。あ、そうね、全然もしね、このなんだあれ、あ、4名さんいらっしゃい。あー、3名さんやりました。まあでもね、もしこう気持ち悪い、その手の動き、うん、今ラジオやから伝わらへんけど、うん、なんかこう発言したいことあったら、もう全然この手がうるさい、これに対して大喜利やっていただいたらいいんで、これ自由参加なんでね。そうですね、大喜利にいつでも参加していただいて大丈夫なんで、うん、そう、これ何かっていうと、さっきからこの3人でやってて、もう誰も俺思って、もう3人でやってた感じでして、見てなかったよな。いつの間にかもう8人も誰か来てくれてるっていうね。確かに8人もっていう言い方おかしいけどな。無視してた俺ら、うん、だいぶ無視してた、ごめんなさい、うん、そんな、そうなんですよ、そんな感じでやってるんですけどね。こんな夜中におはようございますって感じで、じゃあ次の写真、うん、もう次の、うん、いなくなりましたね。え、はい、ないでたもん。いや、ひろしは結構送ってくれたはず。入らへん、めっちゃ送ってるよ。入らへんねやて。はい、入るやん。あ、これ行く、入るかな、入るやん、これで行く、行けよ、うん、あ、行けそうな感じやな、うん、これ、はい、さあ、これに対してどういう、これに対してどういう、はい、じゃあ、はい、ジャブ打っときます。お、なんでジャブ打つの、ジャブっていうの、ストレートで言う、すっげー効くジャブ、ん、はい、おー、いいね、いいね、うん、ハードル上げてきた、すっげー効くジャブです、じわじわ、ふんふん思ってボディー、あ、うん、じゃあ、達郎さん、はい、写真で一言、どうぞ。人手に食われちゃったよ秋山風に言ってみた。でお前誰風とか毎回なんかないやねんそれ。なんか誰風とかさ、食われちゃったよ。え、これね、秋山でも誰の秋山やん、ぐらいのお前レベルのモノマネやねんそれな、ほんまに失礼やで、お前秋山に、秋山が全ての秋山に失礼やで、お前ほんまにロバートの秋山ね、もうロバート今言ったらあれやで、もう皆さん聞いてる秋山がみんな、誰やねん、お前が言うなってみんな言ってるよ、みんな秋山さん謝っといて。じゃあひろし、写真で一言どうぞ。ねえ、急にふんな、無理やねなんかいつものキレがないな、キレがないな、あ、酔っ払いすぎちゃってるんかこれ。違う違う、もう眠たいん、どっちかっていうと。ああ、あるよな、うん、あったな前も、こういうこと、あったありました、あったらキレがない時やろ、はい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 、それじゃあ達郎さん、写真で一言どうぞ。俺の目を見てくれよ、なんか違う方向見てるよ、みんなバラバラ、あちゃんと目見て話すんだよっていう、うん、いや別に解説いらんないけど、うん、別に面白いか面白くないかで判断してるから、こっちは、うん、面白いよないや面白いよなじゃない、面白いよな、ほんとほんと面白い、なるほどね、いや面白いよなじゃない、なるほどね、うん、なんでやこれ、なんでドラえもんとスネ夫だけ口開けてんのこれ。いや前振りすんな、うん、いやなんで開けてんのかな思ってそれそれでもそれに対してゴーダ・タケシがハテナってなってるの、ゴーダ・タケシ、うん、いやいやジャイアンでやろ、うん、そうやね、うん、長いんよゴーダ・タケシ、本名の方強いんよゴーダ・タケシ、うん、骨川スネ夫って言わないからお前、うん、言ったらええがなドラドラえもん言わなかんがな、なるほどね、なるほど、ちゃうねん、はい、そこ、はい、整いました。
はい、じゃあ達郎さん写真で一言どうぞ。かぶった、もう一回。あ、はい、僕も言い方間違えました。それじゃあドラえもんの一言どうぞ。その洋服は M がつながっているのかい？それはわからないよ、僕にだって。だってそれを考えてこの服を買ったわけじゃないんだよ。誰の気持ちやねんそれ。うん、たけし。たけし、たけし、ゴーダね、言うと、うん、ゴーダのやつね。うん、ゴーダですよ。ゴーダですよ、まさに。何しんの？あ、うん、何もないね。何も生まれてないんやんか。そっか、誰一人コメントしてくれてないんやんか。あ、じゃないよ。さ、うんうん、あ、次の写真行きましょう、うん、もうこれはいいです。もうじゃあラスト行きましょう。ラストしかないね。もうラスト持つか分からへん。もう3分ぐらいしかないね。ラスト行こう、うん、お前も出すんこれ。これ別にこれどうすんのこの写真を。なんなんこれ、この写真。はいはいはい、じゃあ広瀬さん写真で一言。ゴータスゴータスゴー15。面白いね。もんなんやろ。ずっとしわ、もうなんかわざとかでも激しすぎてずっと。いや面白いと思うで。こいつ、いや、あのちょ、本当に瞬発力やろ、うん、大切やと思う、うん、ゴータスゴータス。なるほどなってなる。なるなるほどな。じゃ面白くない。確かに、瞬発力が高いっていうのは広瀬のやっぱその能力やな。まあそうやな、うん、まあそうやな。声でかいの、まあ、分かるわそれは。まあそうや、まあせな、まあがでかいんや。まあそうやねんけど。じゃあそうやねんけど、達郎さん写真で撮ってどうぞ。5足す5足す5は25。間違えちゃった、うん、間違え方で激しいね。足し算まずそもそもできてんねん。っていうかパクってるところからそれやめ。天丼って言うねん。全然意味わかりません。どういう意味？どういう意味？来てくれですよ、うん。あ、3名さんいらっしゃい。来てくれたよ、ゆゆゆじゃない、うん、あとね、この配信もあと 2分もしないうちに終わってしまいますよね。この写真出さしちゃもう分からんでしょう、うん、この写真実は俺らなんですよね。これね、大喜利じゃないんですけど。どうでもいいし、どうでもいいことなんですけど、どうでもいいですよって昔あったな。そんないらんの別に。大体光る、うん、じゃあ、はい、今来てくれてる方、なんかコメントください。あ、ゆきのさん、ゆきのさん、ゆきのさん、ありがとうございます。もうこれはもうやっとこう、何、ゆきのさんアウェーではなく、いつもありがとうございます。ホームになりました、ありがとうございます。もう久々にやりましたね、この3人で配信ね。ほんまにありがとうございます。じゃあゆきのさんのために、うん、本当に、うん、俺ら今うん、全力を尽くそう。本当にやな。もしかしたらこのあと2分ないけど、この画像でちょっと気づいてくれたかも分からないからな。なるほど、なきゃあるけ。びっくりやな、そのことあるかい。いや、うん、こちらこそ待ってました。ありがとうございます。本当にやっぱり嬉しい。ごめんなさい、本当ヒロシがやる気なくて。本当にお前やろ一番。はあ。俺がやろうぜって言ってる。はあ。ちなみに、うん、シンジですね。これもまた YouTube に上げていくんでね、ぜひ聞けてなかった部分からやったら、まあ、ちょっと辿って聞いていただければいいかなとは思いますけども、まあその辺は強制はしないですけどもね。一番やっぱやる気なかったのは達郎なんですよね、本当に、うん、なんかやる気ないっていうか、うん、ちょけてる。青川この写真見てみろ、うん、一番真ん中やぞお前、うん、一番やる気ある。ただ真ん中におるだけや、うん、無理せずに。優しい、ね、優しいな、ね、本当に無理せずにね、します。僕はお前一番してへんねん。あ、ちゃうねん、ちゃうねん、ある意味無理してんねん。声だけじゃ分からんしゅ、雪乃さんは。あ、そうか。だから誰か誰喋ってるってちゃんと言ってあげて。あ、もしかしたら分かるか分かれんで、ね、それは雪乃さん、うん、それを求めるのはここやろ。そうやな。あと20秒で終わって20秒で終わってまいりますけど、どうしましょう。どうしましょうじゃない。ゆきのさんのためにもう一枠だけいきますか。いきましょうよ。もしかしたら無理やり行きたくないけど、なんかもうそれ言ったら行かなくかみたいになっちゃうかも分かんない。いや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 、もちろん13回、まあまあ13回でね。じゃあもう一枠いきましょう。またゆきのさん来たかったら来てください。